はい、こんにちは、レトスノーノです。4月30日の3本に入る前に資格手当について、お知らせいたします。宅建の資格手当っていくらぐらいあるかご存知でしょうか？まあ不動産会社に勤めている方であればわかると思います。で、まあ弊社の個別指導の受講者様で合格していった方々から聞くんですけれども、まあ大体月額2万円から3万円っていう方が多いです。中には月5万円とかいう方もいるんですけども、まあこれはあんま珍しいですね。あと、役員に昇格したとか、宅建を持っていることによって、その会社自体が別会社を作ってですね、そこで不動産業をやると、まあビルをね、たくさん持っていた会社なんですけれども、そのビルの管理を行うという上で、ビル管理プラス宅建業も行う。だから、まあこの方がね、合格していた方が、そこの会社の役員になった。まあそういった方もいらっしゃいます。で、まあ重要なことで言うと、合格すれば、まあ、毎月資格手当がもらえる可能性が発生して、不合格だと1円ももらえない。これがすごく重要な点なんですね。宅建試験で5回以上落ちている方たくさんいるんですけども、その方々ってこれまでいくらぐらい損してきたと思いますでしょうか？まあ、月ね、2万円の資格手当があると考えると、これ年間で24万円ですよね。2×12 で24。で、これの5年間分で換算すると120万円なんです。単に宅建士という資格を持っているだけで5年間で120万円口座に振り込まれて、一方で試験に5回落ちただけでもらえるはずの120万円がもらえない。つまり合格するとしないでは経済的にも大きな違いが出てくるっていうことなんですよね。もしこれが3万円だったら年間36万、5年間で180万円です。で、もし20万円の投資をしたとしても、1年でこれ回収してお釣りが来るんですよね。例えば月2万円しかもらえなかったとしても、先ほどもお伝えした通り月2万円 ×12ヶ月、1年ですよね。で、そうすると24万円なんですよ。20万円例えば個別指導で投資をして合格をすれば、もう1年間でプラス4万円なんですよ。お釣り来てますよね。で、これ何を意味するかというと、年利 100% を超えているってことなんですよ。で、不動産投資だとよくて年利 8% なんですね。大体の不動産が大体 2% から 3% ぐらいです。あの税金だとか、修繕積立金、管理費、まあそういったものを入れると、どんどん利益が減っていくんですね。で、実質利回りで言うと、大体 2% から 3% ぐらいになっちゃう。まあこれがほとんどなんです。でも自分への投資っていうのは全然違うんですよね。今言ったように 100% 超えてくるって話なんですよ。で、現に不動産会社に勤めていなかったとしても、転職するだけで月額の給料が2万円以上上がるということもよくあります。不動産の未経験者で転職した25歳の中卒の元受講生さんがいたんですね。で、その方、中卒にもかかわらず、宅建の資格を持っているだけで、初任給で27万円って言ってましたね。これ、私も初め聞いた時びっくりしたんですけども、私大卒で、まあ、2つちょっと大学行ってたんで、まあ、24歳だったんですね。で、初めて就職したところ、初任給で25万円だったんですよ。そこよりも、やっぱり資格手当があることによって高くなってるって話なんですよね。で、合格すればやっぱりそれだけ経済的にも楽になるということなんですよ。今からでも個別指導であれば今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して給料アップさせましょう。で、個別指導はもう今日が、一応募集最後になります。もしかすると、あの受講者の枠が残っていたら、再度募集をするかもしれないんですけども、一旦とりあえずは今日をもって終了させていただきますので、今年絶対合格したいという方は、今日中にお申し込みいただければと思います。で、個別指導はこの動画の最後にもお知らせいたしますし、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。それでは本日の3問に入ります。A の故意または過失による加害行為により、B が即死した場合、B に損害賠償請求権が発生せずに死亡したと考えられるため、その相続人は、B の損害賠償請求権を相続することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは B の損害賠償請求権を相続することができるので、誤りです。例えば A さんが車を運転中、前方不注意で B さんを引いてしまったと。で、B さんが即死してしまった。この場合、B さんの奥様や、子供さんは A に対して、つまり加害者ですね、に対して損害賠償請求できますよね。まあ、これはテレビのニュースでも目にする内容です。
つまり死亡した B さんの有する損害賠償請求権が奥様や、お子様に相続されたことを意味するんですね。しかしこれを法理論に基づいて考えると少しややこしくなるんですよ。 B は即死なので損害賠償請求権を持つ間もなく亡くなってます。そうなると損害賠償請求権は B が有しない権利なので奥様や子供に相続されないですよね。そもそも B さん即死で損害賠償請求権を持っていないから、持っていないものが奥様とかお子さんに相続されるわけがありませんよね。逆に即死でなければ事故後 B は損害賠償請求権を取得するので、その後 B が死亡することによって、相続の対象になります。で、これでは負傷後に死亡した場合と比較して甚だしく不公平ですよね。初めにお話した即死の場合の方がすごく不利になるわけですよ。一方で即死せずに、少しだけ生きていたというのであれば得すると。これちょっとおかしいですよね、話としては。だから判例では即死の場合も傷を負った時と死亡した時との間に間隔が多少なりともあると。その時に損害賠償請求権が発生するというふうに考えて、それが相続されるというふうにしてるんですね。結論は常識的に考えればすぐわかると思うんですけども、判決文として出題されたら悩む問題だと思います。なので、上記概要は頭に入れておいて損はないと思います。で、問い2ですね。宅建業者 A は自ら売り主として、3000万円の土地付き建物、これは未完成です。これを宅建業者 B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円。それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は損害賠償額の予定額と違約金を合わせて600万円となる、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。で、これ丸と答えた方は、これ日頃の勉強の仕方気をつけた方がいいです。実力があるから合格できるわけではないんですね。合格するためには実力だけでは不十分なんですよ。勉強の仕方っていうのが重要なんですね。と言っても勉強の仕方を気にしてない方が多いんですね。あなたはどうでしょうか？勉強の仕方気にしてますでしょうか？で、これなんで×なのかというと、今回の問題は損害賠償額の予定等の制限なので、保守規制の内容ですね。で、これっていうのは宅建業者間では適用されないんですよ。で、問題文見ると売り主は宅建業者で、これ買い主も宅建業者なんですよね。したがって保守規制、これ適用されません。したがって、どんな特約をしても基本的には大丈夫なんですね。だから今回のような損害賠償額の予定額を500万、違約金を500万とした特約、これも有効です。だからこの2つ足して1000万円ですよね。これも有効だということになります。よって誤りだということですね。で、多くの方が、ちょっと問題文読み違いをしたぐらいで済ませるんですよ。で、これ済ませていると、おそらく本試験も同じように、問題文の読み違いで、もう2、3点とか、多い方だったら5点ぐらいですね、凡ミスで失点しちゃいます。これだともういつまで経っても、合格できないので。だからこそ勉強の、日頃の勉強の仕方が重要なんですね。だから個別指導の受講さんには、何度もおそらくこれからお伝えしていくと思います。まだ11月なので受講して間もないとは思うんですけども、大体ですね、わからない部分があってご質問いただくと、問題文ちゃんと読めていないとか、そういった場合って非常に多いんですよ。なんでその都度ですね、ちゃんと問題文を読む、その読み方ってこうでしたよねって確認をしてですね、問題の読み方、これを徹底していっております。なんで独学の方も自分自身でどうやって問題を読むのか、どうやって問題文を理解をしていくのか、これをですね、常日頃から意識して勉強をしてみてください。で、やり方がわからないという方はぜひですね、個別指導ご検討いただければと思います。で、問い3ですね。宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される丸か×かという問題です。で、これはもう正しいですね。宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地、または市街地になろうとする土地の区域、これが宅地造成工事の規制区域の対象です。もうこれはもう頭に入れておきましょう。宅地造成っていうのは宅地にする工事です。宅地にする工事に伴って
災害が生ずる恐れの大きい市街地っていうのは、まあ、崖崩れが起きそうなね、まあ、そういった区域っていうイメージですね。まあ、そういったところが、宅地造成工事の規制区域の対象になるんだということです。またですね、必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聞くことになっていますので、これも合わせて覚えておきましょう。で、初めにもお伝えをしたんですが、個別指導は、本日で、一旦募集終了とさせていただきます。もし、定員枠まだ、残っているようでしたら、別途追加で、募集かけるかもしれないんですけども、一旦、今回、今日で、終了となってしまいますので、もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。今年合格して一緒に喜びましょう。レトスの小野でした。